じゃあ、じゃあ、じゃあ、ナイツ花輪です。お願いします。お願いします。ジャイアンツファンですもんね。バチバチですもんね。もうね、いつも来てらっしゃいます。いや、いろんな番組で俺のことを、はいはい、なんかすごくこう擁護してくれるから、はい、もうてっきり、いやいや、いろんな番組で俺の記憶なんか3回だけです。大体3回ぐらいです。累計3回ぐらいです。もう、ね、擁護してくれるから、はい、てっきり DNA ファンだと今日は話が合うぞと思ったら敵が来たよ。まあ、加藤弘和さんはあの龍谷高校っていう佐賀の高校の講演会に来てくれたんでファンになりましたけど、まあ、何かないっすよね、きっかけはね。なるほどなるほど。まあね、いろんな応援があるけど、ね、はい、そうですね、今回は、はい、問題が起きてる。そうなんですよ、ね、せっかくやっぱ花輪さんもお迎えしてますんで、はい、ちょっとだけ、はい、昨日ぐらいじゃないですか、そのニュースになったの。そうなんですよ。そうそうそう、もうあんまり知らないんですよ、つい最近です、今、はいはい、ちょっと読み上げますね、はい、はい、はい、読めますね。中日公式応援団が試合中に流す応援歌、サウスポーの演奏を休止したという、はい、まあ、案件がありまして、はいはい、これがなぜかっていうことはですね、はいはい、あの中日の与田監督が、はいはい、応援歌の歌詞内にあるお前と選手を呼びかけるフレーズが不適切ではとの意見があり、担当者から応援団に伝えてそれをちょっと検討してもらえないかという、お前が打たなきゃ誰が打つっていう、お前っていうのがそのまま、もうずーっと前からやってるけどね。まあ、まあ、だからその理由がそのお前呼ばわりする、選手をお前呼ばわりするっていうことはですね、その応援する子供たちのこれからの言葉遣いに良くないのではということで、誰与田監督がおっしゃってます。はい、そういうちょっと今どうですか、内容聞いて。いや、もうそしたらもう全部変えなきゃいけないですよ。あの、いや、サウスポーすら世良正則さんの、ね、なんかお前をなんか、あーお前がついてる、もう全部、全部ね、全部変えなきゃいけない。そんな、とんでもないことなんですよ。どうなんですか。いや、僕はお金を出してきて、あれだけ応援してくれて、お前もへったくれもなく、やっぱ鼓舞してるわけですよ、選手は。それに対してお前っていう言葉遣いはないんじゃないかっていうのも変な話だよ。監督はそこ気にするかっていう、何なんだろうね、このタイミングで。一回も気にしたことなかったですよ、全く引っかからなかったですよ。今さらっていう話ですよね。だから言葉、子供の言葉遣いっていうことですよね、与田さんが言ってたのは。子供たちが前っていうのが良くないっていう、うん、だから自分の子供とか自分の奥さんとかなんか言われたんじゃないですか。あ、身内の誰かにちょっと突っ込まれた感じ。身内に弱いんですよ、芸人でも。はい、なんかいや、すっごい下ネタ嫌いな奥さんと結婚すると急に下ネタ言わなくなったり。どうなん、どうなん。うちはもう全然良い、相方が。相方さんが。そうなんです、はい、で今日あの東洋館って浅草の劇場で、はい、なんかちょっと終わった後、ちょっとだけあのお客さんが来て挨拶して写真撮るんで、ちょっとだけあの時間作ってもらっていいみたいに言われて、始まる前に、あ、いいよって言って、で、出番始まって漫才やって、いつもみたいに結構えげつない下ネタみたいの原田龍二の歌とかでやるって言ってやるんですけど、なんかあんまり突っ込まなくて、本当に一緒にやめた方がいいよみたいな、なんかわけわかんない訂正みたいなこと言ってて、どういう下ネタが来て、それはあの原田、まあ、くだらない原田龍二の水戸黄門でってやつが自分で車の中で肛門出して陰謀出してたみたいな、スケさんじゃなくてスケレイさんで、あいつは陰謀じゃなくて早漏だみたいな、ひどいやつですか、だってただ龍二肛門があるんだ。それをなんかいつもすげえ突っ込んでくれるのに、いや、本当にそういうのはね、やめた方がいいと思いますよみたいな、なんだこいつみたいな。終わったらあの奥さんで共演したら、ああ奥さんが友達連れてきてて、奥さんだから、なんかそれを一切笑わないようにしてる。そこでは仕事が厳しいするんですね、やっぱね、そこ気にするんですよ。うわ、まあ、一人のお客さんではあるのでね、やっぱり。でもそれをお客さんの前で披露するわけでしょ。そうです、そうです。例えば中日だったら応援してくれてるわけじゃないですか。そうですね、そうですよね、ちょっと助けてしますね。あ、そういうね、僕は、俺はお前でもいいと思うよ、時間割いて応援してくれてんの、はいはい、僕もそう思いますよ、はい、でもそれはあのそういう番組には絶対
4人ともそうでダメだと思います。それは誰が反射になるんだよ。僕もやっぱお前でいいと思いますよ。それも十分そうですよ。いやそこでダメでしょ、誰が反射になんない。そうなんですよ。もう終わっちゃう。やっぱ子供の教育には良くないんじゃない。反射、反射、反射っていう、反射なしです。反射なしな意見です。反対意見です。良くないと思いますよ。良くない。はい、僕はダメですか。お前はあそこからやっぱりちっちゃい子供が人をいじったり、はい、お前みたいに言い出して、やっぱりこういじめの原因を、はい、でも今ね、女の子の興味、お前って使ってますよ。だって女、可愛い女の子が、はい、お前さ、みたいな、全然平気で使ってるでしょ。まあでね、YouTube とかでも見えるから、はいはい、で、お前っていうのが決して悪いのかね。だから悪い言葉なんですか。歌詞ですからね、あれ言ったら。そうそうそう。だから歌詞を歌ってるんだって理解できる歌ろうっていう話ですよね、子供だって。うん、それに対してその リンクしないと思うんですよね。ね、だってもうそれこそ世良政則。そうそうそう。うん、お前が歌わなきゃ誰が打つっていうので繋がんないですよ。落ち込むやつないですよね。あなたが打たなきゃ誰が打つって弱くなるよ。弱い、ちょっと弱いっすね、なんか。でもバタッツ頼っとしちゃうよ。急に距離感出ますね。これ問題になってるっていう事態が、まだ球団もね、応援団と話して応援団のテンション下がりますよ。うん、そうですね。だからファンの中で早くは何言ってんだ B クラスがって言われてるって。いや、まあそれ優勝するのにあたって品格持とうと言って。いや、お前をあなたに変えろとか、うん、それだったらまだ話は分かるけど、うん、っていう話。いや、そうですね、それはそう思います。だから俺とかもいけないってなりません。俺とか自分のこと、ね、はい、自分のことはね。じゃあもう僕は私とかですか。私とかっていうことです。だから俺流も危なかったです。あ、もうこっちは100%ですから。俺流はね、俺流とか良くなかったし、うん、よくなかった。さっきのさ、肛門の話がさ、なんか頭から離れなかった。最高でしたね。最高だったらないにかれすぎて、くだらんくないですか。なんかネタ教えてやってくださいよ。野球ネタやればいいじゃないですか。僕らもうやってんですよ。野球ネタしかやってない。野球やらないっていうのですか。野球でやらないってこの、あ、それもね。あー、なるほど。それもそれ確かに。あとはもう野球のどういう野球ネタなのかっていう、はい、いくつですよね、やっぱそこは。うん、時事ネタやるのかみたいな。ちょっと一発やってみる。あ、ちょっと今ショートコント、俺は審査員やってますね。あ、そうですよね。すごい。ちょっと怖いですね。スカイチやってます。ああ、すみません。ネタ見ますよ。はい。いいですか、ちょっと。ちょっと待って。はい。次回やってみる。あ、次回。次回。私がじゃあ。いやいや、次回っていうか、この次の動画で。ああ、もう、いいですね。はい。じゃないともったいないよ。考えてますね、ちゃんと。いや、そうだよ。なのにもう、チャンネル愛してます。愛してますよ。そうだよ。愛してますよ。ね。いいですか、本当。いや、もちろん。いや、本当ですか。カスですよ。もう大丈夫ですよ。なんとなくそれ分かってます。いやいや、もう、なんですか。ちょっと感じてますね。汚れって分かってますか。やっぱネタ見せとかは、やってるんですか。あ、はい。行ってます、行ってます。はい。その、要するに舞台でやる前に、ネタ見せで、いろいろ言われて、やめちゃって、はい、舞台でそれを変えてやるわけですよね。そう、これも変えないよね。あんまり、はい、これ、こうしたらね、意外にいこじゃないあ、それはいいこと、はい、あ、まあ、いいことだけど、全く受けないという。あ、じゃあダメですね。お前、今日ゲストに迎え入れるのに、はい、お前ら、いろいろこう、東京ドームで結婚式あげるから知らないですか。それはちょっと知らなかったです。東京ドームホテルですかね。球場で結婚したから。嘘。東京ドームホテルです。球場じゃないわ。球場。球場じゃない。違った。違った。5万ぐらい、5万ぐらい。今日ちょっと違う情報が。新郎とかよ。3年返しで出てきてね。主審がいるんですよ。主審がアンパイアみたいな。司会の決勝で。いや、昔そういうネタ作ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。それではキャッチャーマスク外してキスしてくれて、シンプルにやりかぶさせてくれて、これ、昔やったネタ、僕らの野球結婚式。え、いいっすよ、別に。え、
じゃあもう、はい、ちょっとそれを次回に、はい、ね、はい、おはようございます。